その時の幸せな人は何か知ってる？株がダーッ、もう上がった、株が上がった、すごいな、楽しいな。アホや、落ちるから。一番幸せな人は何？僕言ってました、その当時。何を買ったらいいか知ってる人です。お金ばっかり入ってきて、株でお金入ってきて、うわーってやってる、もっと上がるのちゃうか、相手ドカンっていく。そして今もうお金がガーって、何を買えばよいか知ってる人は幸せですよ。お金ばっかりいて、もうどなしたらええか分からへんだけど、わーいなこっちゃな、何を買うたらええか分からへん、不幸です。だからさっき言ったやん、自分で家を探すなり、衣食住の蓄えをするなり、原発なり、そういうところ離れたらいいですよ。そうじゃないですか。僕はもうすでに丹波の山の中に住んでる。緑いっぱいです。一番好きな木、皆さん何とも思わないでしょうけども、山帽子という木があるんです。僕はものすごい好きなんです。なんで俺山帽子が好きかわからない。もう秋がだんだん深まってきて、ボツボツ山帽子じゃないけど髪の毛が落ちるようにやね、だんだん紅葉が落とし出しましたけども、綺麗なお前、僕は山帽子見ながら、美しさってお前やなとか、ええなとか言うて、で今日こっち来るでない、その時にちょっと大阪行ってくるからな、大阪行ってくるからなとか言って声かけてるんです。僕のおるところ全体を守ってくれてる木がある。それは欅や、ものすごい背高い。欅さん行ってまいりますって言って、何も言いませんよもちろんね。だけど聞いてます。植物はみんな聞いてる。動物はもちろんそうや、耳があるから。だけど植物たちと一緒に生活して、綺麗なお前、綺麗な言うて、もう一つ言うていい、アーセングという言葉がある。アーセング、アース何、地球や、 E-A-R-T-H、 その後ろに I-N-G つける、アーセング、何や、大地よ。ゴルフ場があるじゃない、あそこが怖い、農薬ばらまいてるから。すごいですよゴルフ場の農薬は。だから除草剤を撒いてるから、へえ、雑草がどうして増えへんねや、そういう意味なんだけど、普通の草だから、僕のおる家の小さいところである部分は芝生にしてもだ、そこへ農薬もあるいは除草剤も何も撒きません。だけど僕はそこへひっくり返る。その時に靴も脱いで、裸足で、手もその上置いて寝る。青空を見ながら、大地からすごいエネルギーが昇ってくる。これがアーセング。そうですよ、昔の人が裸足で歩いた時、日本の場合は草履で歩いた、いいですよ。高い高いにマンションで住んでる人もおりますけど、大地を歩いて、そこで寝っ転がって草と一緒に乗ってくださいよ。絶対に病気なんかなりませんよ、エネルギーですから。地球の内部はマグマで燃え上がってるわけです。なんで九州行ったら気持ちいいの？さっき僕はゼロ磁場って言ったんです。九州行ったら阿蘇を中心に大きな火山がデンデンデン、それから地球の中の燃えるようなエネルギーが、さっきマグマで言った、そのエネルギーが出てるんですよ。だから九州の男も女も元気でしょ。九州の男って元気じゃないですか。別に薩摩まで行かんでもいいですけど、それもう小さい時からそのエネルギーを受け取るのよ。地球の内部はぐわーっと燃えてるわけです。ドロドロですよ。だから弱いところから火山として吹き出るわけよ、マグマと言います。それが別に出んでもいいです。そういう中の自然の上でひっくり返っておいてください。健康になりますよ。医者に行く必要なんかないです。そうじゃないですか。伊勢神宮、そこはゼロ磁場、マグマのものすごいエネルギーが集まっているところです。だから大和姫の御事が2000年以上前に、どこへ宝を隠すべきか、ほんで伊勢神宮へ行って、何もないその時は草か森やで、そこ行って大和姫の御事はここだって言ったんです。それが伊勢神宮です。だからものすごいエネルギーですよ。さっき立ち食い
ちゃう、文句井峠って言いましたが、文句井峠もすごいですけど、そういうとこ行ったらね、僕は時々伊勢神宮行きますが、あるところ行ったら空気がちゃう、ものすごいね、あんなん言葉で表さねえ、なんやここは、伊勢ってそういうとこだよ。皆さん内宮かけ上行ってね、おかげ横丁行って赤福見や、そんなとこ言うてんのちゃうねん。一番ええとこ言いましょうか、伊沢の宮だ。伊沢の宮、内宮から下宮から離れてる。だけど先ほど僕、大和姫の御事がここだ、ゼロ島の集まり場所。そう、伊勢神宮はたくさんの宮がありますが、これが大事なんです。伊沢の宮、しかも物の部氏の伊沢の宮、物の部氏が中央から追い出された時に伊沢の宮はその地位を失ったかのごとくになってますが、今ここへ復活してる。なんで2019年、来年5月1日天皇が交代なさる。新しい天皇にとって一番の関心は伊沢の宮です。ここへ世界の宝のあるものを持って入る。もう準備できてる。今で言うたら冷暖房完備や、宝をそこ入れても腐らない、完璧です。でもし皆さん伊沢の宮行かれたら、伊沢の宮からずっと上登る、2、300メートル上って道を登るだけです。ほんだらそこに石がゴロゴロしてる、ゴロゴロしてる。その石に、捨てられたような石にしめ縄がある。あるところはちょっと横へ登っていったら岩倉がある。誰も行きません。それが伊沢の宮のスタートです。伊沢の宮のスタートです。すごいパワーですよ。あそこ行ったらゼロ島ですから、ああここか。で説明書に聖徳太子もここに来たと書いてあるんです。しかし伊沢の宮は政治の争いの中で地位を落とす。だけども社、伊勢神宮の社の中では非常に大事です。だからさっき言った内宮下宮、ここにも大事な宝がありますが、さらに大切なのは伊沢の宮です。ぜひ覚えて、伊沢の宮へ、赤福食べに行かんと伊沢の宮へ行って。ほとんど人がいない、周りに家もほとんどない。しかしあなたが魂でパワーを感じることができるならば、そこの空気はすごいですよ。これ何っていう感じ。これが伊勢神宮のスタートです。伊沢の宮、そしてこれから伊沢の宮がその中心となっていきます。